皆さん、こんにちは、大地です。案ずるより産むが安していますけど、本当ですね。いやー、実はね、えー、昨日もお話ししたんですけれども、まあ、満を持してというかね、もうずっと構想何年になるんだろうってくらい、えー、考えてたカウンセリングのクラスをね、昨日スタートしたわけです。もう、えー <laughs> もう何ヶ月にわたって延々準備して本当にこれで成立するんだろうかとかねこれでやりたいことが実現するんだろうかとかまあもっとネガティブに言えばねできるんだろうか大丈夫だろうかとか思わないでもなかったでまあだけどやり始めちゃえばねいやそんないろいろ考えなくてももっとやれば早くやればよかったなってなるねでまあそれはね何かって言うとやっぱ一個コーチングのパワーでもあるんですよでまあどういうことかって言うとね えーまあ、もちろんその作る時にもコーチングを使って作ってるわけですプログラム自体ねでゴールは何なのかで、えー、自分のポジションと参加者のポジションとこう行き来しながらで何をやったらどうなるかってシミュレーションしてますでそれだけじゃなくてね実際にクラスやるようになってもコーチングを使ってるんですね。それこそあのコーチングの源流も源流のソクラテス式問答法じゃないですけど実は何か教えるトレーニングする考えてもらう身につけてもらうっていう時にやっぱりね質問を使いながら。 でえー、そこにいる人が持ってるものっていうのをねどんどん引き出していって整理統合していくっていうことがねやっぱりなんか最も楽で効果的な教え方なんだなというのをあの今更ながら感じましたで特にねやっぱグループに対してコーチング的な関わりができるようになると、ねえー、グループの人たちがその相互に触発し合ってで勝手に学んで勝手に成長してでっていうことが起こってくるそうするとなんか。 先生ですで頑張る必要ってほとんどなくてでまあちょっとしたなんかねアイディアを提供してそれを元に考えてもらうと、ね、いうようなことをやればですね 素晴らしいいいいここととがいっぱい起こるんだという当たり前のことをまた実体験したということでね「本当にコーチングおすすめです」とか言ってあの何か教えたりねグループに関わるっていう人こそねやっぱり本当にコーチングがやれるようになると素晴らしいんだなということをまあ今更ながら僕ももうコーチ始めて18年だしねえ教えるようになって16年ですけれどもえ痛感した日でしたということでいやーまあ やればなんとかなるもんだねっていうことだし僕自身も非常に楽しみな、えー、未来が楽しみになるようなね、えー、2日間でしたということでまあ今年、えー、やりたかったね、えー、大きなことが一つスタートしてほっとしたんでまた次々と、えー、やっていこうと思いますということでね、えー、明日以降また、えー ちょっと気合の入れたビデオなんかもねあのちょいちょい出していければなと思うんでお楽しみにしててくださいそれではまたバイバーイ